はい、おはようございます。今日はね、朝からまた紀の川にやってきてるんですけど、今日は紀の川でやるわけじゃなくて、チャマさんとピザと、釣りに行きます。待ち時間、紀の川で釣りしようかなと。30分ぐらいかな。その30分の間で魚が釣れたらいいなと思います。人はおらん？ただね、紀の川で釣れそうなルアーを正直今日持ってきてないんですよ。今日はね、予定では野池を回る予定で、なんでちょっとね、ルアーが微妙なんですよね。結構なんかこう夏の匂いがする。いいな、夏やな。ペンシルとかトップ持ってきたらよかったなっていう感じの雰囲気。今日は別にね、雨の後とかでも何でもなくて、パラッと雨降ってましたけど、そんなも影響するほどの雨降ってないんで。トップな、ポッパーしか持ってきてないな。ポッパー微妙やな、さすがに。ペンシルやったな。あとは坂又かな。どっちもないねんな。ギルフラで行こうか。ギルフラは釣れそうやな。おったら電話鳴ってる。ちょっと待って。おったら釣れる釣りするわ。ダッチおったら釣れるやろ。この際もダッチいいと思うで。いや、ええよ、こっち投げるもん。あの木に魚ついてると想定して、あの木の、でほら、あ、バレたバレた。出たやん。ドラグ緩かった。出たやん。最悪、ドラグさっき締めとったのにまだ緩かった。やっぱ出るんや。うーわ、やってもうた。でかかったで、多分。でかかったな。うーわ、ダッチ出ましたよ。やってもうた。もう終わった。おったら釣れる釣りやろう思ったら、ほんまに出たのに。しっかり出たのにな。しっかり出たのに。終わったわ、もう。嫌やな。完全にバスです。出方が。あの、最上流絶対出ますよ。行ったら、一人ポイントです。あそこはかなり暑そうです。流れてますよね。流れてるな。はい、マジか。ドラグ悔しいよ。絶対でかいもん。こそうな。ハネモンはやばいな。いや、もう出るやん。あれでも、あれに魚ついてないの考えられへんもん。パッて見てわかる？なんであれに魚絶対ついてるなって感じるの。当たってるからさ。グラサンかけてないからわからへんの。こっちの水濁ってんやけど、向こうの水クリアやねん。え？ごめん、多分俺かけててもわからんと思う。それがマットラインできてんねんな。あの木ぐらいで境目に。ああ、色の。色の。分かれてる。分かれてる。で、バスはその濁ってる方が好きやから、濁ってる方に隠れてんねん。あ、で、影やから、濁ってる方は。いわば。出たで。うせえで。出るわけないやん。出たらドーンって来るやろ。さすがに。それすら気づかんようになったんか。あ、で、濁ってない方から濁ってる方に流してきたから。そう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 。で、多分、まあ、あの辺ってバス好きやから、水温も違うやろし。まあ、今度は7方がいい。絶対7方がいい。基本別ない。この間それボートでチャマさんにも説明しとって、ハネモンサイトっていう釣り方があんねん。もう積みな。うん、説明積みな。もう着この辺といいかも分かれてないけどさ。別にあれちゃうで、バスが見えてなかったら着水音なんかそれで別にええねん。それで全然いい。ただバックウォーターとか、まあ浅い、まあ顎めっちゃ浅いねんな。浅いところにバスが見えてる状態の時、
に、もう降るときにバスの口元にこう投げて着信音をなるべく鳴らさんぐらい。そうそう、むちゃくちゃ完璧やん。それ。それそれ。むちゃくちゃ出川やん。あれ、ボイル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 。ほら、ボイルやってる。あー、もうあれバス逃げたわ。ペンシル投げようかな。ペンシルめっちゃ、あ、持ってたん、ペンシル。投げどうしよう、あの上に。遠投やで、めっちゃ遠投してほしい。上って、上？上に投げて、もう、スピードは、これぐらいで動かしてほしい。結構、早ちょんちょん。もう、早、早ちょんちょん。そうやな。めっちゃ出そうやけどな、それ。本格的に出そうやわ。そこで出そう。よっしゃ、キャラメルシャット食ったわ。ありがとう。でかいっすわ。そこで出そうってそっちの話だった。違うけど、よいしょ、でかいっすわ。危な、めっちゃでかいや。取れてる？取れてるわ。でかいわ。え、ちょっと待って。ありがとう。ちょっとふざけてんかなと思ってて。正直そんなでかくないやろって思ってた自分が。普通にでかいな。ごめん、バカにして。普通にでかいし。いや、朝一ちょっとやらかしてな。やらかしてな。バラして、バラして。バラしてな、うん。俺のペンシル出そう出そう言ったらな、そっちが出てな。出た。え、めっちゃいいやん。バスやわ。しゃ。行きます。ゆっくり見て。やっぱ、濁りと流れやったらキャラメルやで。ペンシル出そうやなって言うと、あの、濁りと綺麗なとこの境目マットライン。あ、やっぱあの、あそこなんや。あそこやわ、やっぱり。うわー、めっちゃいいやん。普通にでかいやん。あるな。長さは、でかい。なんかシーラみたいな。シーラみたいな。口なんか、ケツ顎になってる。ちょっとかわいそうやけど。いや、でかいやん。おめでとう。な、でかいな。50はないけど。いや、48やな。うおー、すっげえ、すっげえ。あの食い方も、エッサーやったやん。なんで乗れへん、こんなに。いっぱい張り付いとって。出た。やばかったっすね。やばい。ボイルやん、ボイル、ボイル。ボイルしたで、今そこで。ほら、来た、バス来た、バス来た、バス来た。スピニングや。サイズが。食った、ギルフラット食った。マジ、おお、ギルフラット食った。こんなサイズが。取ってたよ、今。びっくりした。バス来たから取ってたよ。普通に、ボイルしたやつやで、これ多分。フィッキングがっちり。がっちりやな。やん、こんなサイズやけどギルフラット食いました。ちゃんと映ってたと思うで。やっぱギル強いな、ギル系は。よいしょ、ギル系強いわ。ゆっくり見て。しゃ、これでこのギルフラット食ったんや。うな、喉無理やろ。ヤバタニエンすぎ。あ、ギリいける、いけるな。でも極限攻めたよな、こいつ。極、うん、そうやな。やっぱギル系強いで。ありがとう。頑張るわ。